柔道というあの亀の子っていうんですかね、こんな状態であの、まあ、揺れが収まるのを待っていたんですけども、その時にあのうちの母がですね、1階で悲鳴を上げているのだけは記憶に残ってます。で、僕もあのお袋大丈夫かっていうふうに怒鳴ったんですけども、その声もその地震の金属音で聞こえないんですよね。それであの随分長かったなと思うんですけども、後になって調べてみると大体3分間揺れていたというんですね。で、自分は3分間、あれが3分間の揺れだったのかどうかなの、いまだにちょっと確信は持てないんですけども、とにかくあの延々と揺れていたような気がします。しかもあの激しい揺れでしたのでね。で、ようやく揺れが収まって、そのまず私が行ったのは、その母が生きてるか死んでるかを確認したんですけども、まあ、幸いなことに生きていたんですね。生きていたんですけれども、家の中がね、荷物が散乱して歩けないんですよ。で、僕もあの本棚にいっぱい本を持ってましたので、その本棚が倒れてきたり、 本でも埋め尽くされてしまって、考えてみたら自分のその荷物の中首だけが一個出てるような状態だったんですね。例えて言えば、それでその、まあ、僕はもう直感して津波が来ると思いましたので、あの2階に上がりなさいと、逃げなさいっていうような話をしたんですけども、その母はですね、いや2階に上がれる状態じゃない。で、確かに僕も気がついてみたら、その自分の荷物に埋もれたような状態でしたので、それでまずあの荷物をね、あの整理整頓するっていうふうな状態ではないんですね。ですから僕はその時に津波が来るという判断をしてましたので、もう実は窓を開けようと思ったら、その窓が枠ごとないっていうことに気がついたんです。つまりもうあの巨大な地震で、そのサッシ窓がそう枠ごと外れて空飛ぶ絨毯のように飛んでどこかに行っていたんですね。で、カーテンだけです、残っていたのは。ですからそのカーテンを開けて、部屋の中の荷物を片っ端から放り投げたんです。捨てたんですね。金目のものも、まあ、金目じゃないものも全部捨てました。それでそのようやくですね、こう階段までたどり着いて、で、階段ももうめちゃくちゃな状態だったんです。それでその母にですね、そのとにかくその2階に上がってくるスペースだけを開けなさいと、荷物を放り投げなさい、そういうふうな指示を出して、それでですね、やっぱり10分か15分か20分か、やっぱ時間をね、奪われてしまったんですよね。それでも母があの手間取っていたので、私の方はさらにあの階段にある小さい窓を開けて、そこから荷物を放り投げたんです、外に。それでもどん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 通路を確保してですね、まあ、そういうその余計な作業で20分以上あの時間をね、失ったと思います。それでようやく階段の1段目まで降りてきたときに、その僕は判断をね、迷ったんですね。このまま脱出するか、2階にとどまるか、時間が20分以上経過してましたので、津波がいつ到達するかっていう恐怖もあったもんですからね。で、私のところは実はもう高台がないんです。見渡す限りずっと平地なんですね。ですから、とっさにね、高台と言われてもね、あの山まで走って逃げても、あの自分なら間に合いますけども、母を考えますとね、膝が悪いのでちょっとこれは無理だという判断をしてね、それで2階に上がる、そういう判断をした時に、うちの母はですね、いや脱出するも何も玄関が壊れていて開かないんだよっていうんですね。ですから、ついに玄関も壊れて脱出できないのかと、それでやっぱりお袋も2階に上がるしかないなっていう、そういう判断をした時にですね、あの偶然ね、同居していた、実は、まあ、血遅れのおばがいるんですね、母の妹なんですけども、まあ、出先のスーパーマーケットで買い物を楽しんでいたんですけれども、巨大地震に慌てて逃げ帰ってきたわけです。で、中に入れてほしいっていうんですけれども、もう玄関壊れていて、で、荷物が散乱していますんで、とっさにですね、どこから家の中に入れればいいのか、僕もちょっと判断ができなかったんですね。それでその母と2人で、私はその時階段の1段目に立ってました。で、母はその1階の床の上に立っていたんですね。それで、いやー、こんな時におばが帰ってきてどうしようかっていう話を僕したんですね。そしたらその母もですね、いや玄関も壊れているし、その台所も買っているうちは冷蔵庫が倒れて、その塞いだような形になっているので、お買ってるうち の, その小さいドアからも入れられないと、どっか小窓からその引きずるしかないんじゃないかっていうような、その話をしていた時にですね、おそらく地震が来てから30分ぐらいだったと思うんですけども、そのうちの玄関はそのガラスでできてますので、その透明なクリアガラスの部分があったもんですからね、その時にそのもう相対しながらお袋と話をしていたんですけれども、パッと目を離した瞬間ですね、10トントラックのよくね、荷物を下ろすときに羽がウィーンとこう上がるような巨大なトラックがあるんですね、10トントラック。あれがね、流れていったんですよ。
でも僕はね、その時にね、一瞬ね、えっと思ったんですよね。で、津波だとまだ実感できなかったんです、その時は。今何かなと思いましてね。で、その次の瞬間、外気が、巨大な外気がこう流れていくんですね。で、さらにその時に驚いて、次3番目はですね、記憶が正しければですけども、僕はね、人だと思うんですよね。人が流れていったような気がしたんですね。それでその瞬間に僕はね、津波だと直感したわけです。それでうちの道路の高さからうちのブロック塀はね、大体1メートル50ぐらいありますので、しかしもうね、見た瞬間その1メートル50ぐらいの水位がもうすでにあったんですね。で、これはね、もう危機的な状況だって判断しまして、僕はね、目の前にいた母に対してですね、絶叫したわけです。もう津波だ、で2階に上がれっていうふうにその絶叫したんですけれども、母はですね、さっとその茶の間の方に走って、小さい窓を開けてね、自分の妹の手を掴んだんですね。で、まあ、おばの名前はひろこっていうんですけども、その絶叫したんです、母も。そのひろこ、津波だ、部屋に上がれ。で、その72になったおふくろはですね、その68になった自分の妹の手を握って、一生懸命その窓から引きずり上げようとしてるわけですね。でもその時も水位が1メートル50ぐらいで突っ込んできましたので、で、僕もね、助けに行こうと思ったんですね。それでその窓を見て、で、母を見て、で、窓を見て、だから1、2、3ぐらいだったと思うんですけども、よし、じゃあ自分もと思った瞬間に、ものすごい津波が瓦礫と一緒に突っ込んできたんですよね。で、それでもう母も外にいたおばもそうですけども、私もひっくるめて全部津波に飲まれてしまったわけです。で、足元にはイングリッシュビーグル、オスの10歳の犬がいたんですけども、犬も一緒に巻き込まれてしまいましてね。で、自分も津波に飲まれてしまって、で、瞬間的に自分はやっぱりえっと思ったんですよね。で、映画みたいだなと思ったんですよ。やっぱり一瞬こうありえないっていうんですよ。こんなのありえないって、そのありえない状況の中に自分がいるのはもっとありえないと思ったんですよね。瞬間的に思いました、やっぱり。それでその偶然、まあこれはね、こうか不幸か、たまたま階段の一段目に立ってましたので、その津波でね、皆さん、津波っていうのはね、液体っていうイメージがあるかもしれませんけども、あれはね、僕に言わせていただくと、あれはね、コンクリートのような壁のような強度を持った、その壁がぶつかってきたっていうふうにイメージしてもらえばいいんですね。ものすごい破壊力です。水ではないんですね、あれは。ブロックのこう壁のようなものがこう突っ込んできたような圧力を感じました。それでそのままそのものすごい激しい水圧で僕は押し飛ばされてしまいましてね。で、一旦水に飲まれたんですけども、その結局飛ばされたことによって自分はその結局なんて言うんでしょうね、階段を後ろ足でね、2段目、3段目、4段目とその上がるような感じになってしまったんですね、偶然。それでたまたまその海面からその顔が出たことによって、まあ、呼吸ができたわけです。ただ僕が立っていたすぐその30センチぐらいのそばにはですね、小型漁船まで突っ込んできてましたので、結局その壁とその瓦礫にもし僕が挟まれていれば、もうそのまま水位は1階の天井を突き破るほどに上がりましたからね。まあ挟まれて動けないで水位が上がれば、そこでまあ泥水を飲んで、まあ、自分も溺死していたと思うんですよね。たまたま立っていた位置が海岸の1段目だったから助かっただけの話。本当にもう偶然で、まあ、自分は今ここに立っていることができるんですね。それでその瞬間的にですね、これで自分は家族全員やっぱり失ったと思いました。まず間違いなく死んだだろうと思ったんですけども、そうですね、30秒だったのか40秒だったのか、呼吸をしながら考えたことはね、やっぱり自分にとってその母親というのはかけがえのない存在ですのでね、絶望的な状況でも津波に飛び込んで助けに行かなければ、もう二度と助けるチャンスはないなと判断したんですね。で、よし、飛び込もうと思った瞬間に、そのまず飼い犬がですね、海面からポコンと浮いたんですね。それでもう慌てて飼い犬 の首を掴んで、まずそのまま放り投げました、上に。で、あとうちの犬は自力で上がっていったんですけれども、階段の踊り場でね、ずっとそのね、ゲー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 吐いている音だけは記憶に残ってます。泥水を飲んだんだと思うんですね。でゲー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 吐いているその飼い犬のね、記憶だけは残ってます。で、その後はもう津波の中に僕は再度飛び込んだんですね。で、飛び込んだんですけど、真っ黒ですからもう見えるわけがないんですね。ですから自分は目をつぶった状態でこう次々にこう掴んでいくんです。こう掴んで引きずり上げて、で、水を吸ってるとね、もうものすごく重いんですよね。軽い毛布なんかでももう引きずり上げるのも精一杯。そこからはですね、もうはっきり言って記憶はありません。
とにかく真っ暗になったのだけは記憶があります。あの雪が降っていたのも記憶があります。でその中でずっと私の母とおばを探していたんですけれども、何時間で泳いでいたのかも記憶がないんです。ただ暗くなったということと、首から下がですね、もう実は感覚がなくなってしまったんですね。全く自分の首から下の感覚がない、初めての経験だったんですけども、体力の限界に近づいてきているなということをその時に感じました。首から上の感覚しかないわけです。で全く自分の手足がこう首から下くっついているような感覚もなくてですね、もうこれはいよいよもって終わりが近づいたんだなと思ってですね、最後にもう一度だけ自分に聞かせたんですよね。もう一度だけそのおふくろの名前を呼んで絶叫してみようと。でそれでもし返事が返ってこない場合は、自分の家族はこれで終わりを迎えたんだというふうに納得をしようというふうにその時思いました。それでも もう一度だけですね、大きな声でね、おふくろ今どこにいるか返事をしようというふうにその怒鳴ったんですけども、ついつい返事が返ってきませんでしたので、これで自分の家族は終わりを告げたんだなというふうに判断をして、でそこから自分の自宅の2階に戻ろうと思いましたけれども、もう感覚がなかったので、その自宅に戻るのも実は至難の業だったんですね。どうやって2階まで戻っていったのか記憶がないんですけれども、やっとの思いで階段を上がって、その階段もね、スタ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 と上がっていけるような状態じゃないんですね。泳いで瓦礫をかき分けてその2階に上がっていくわけです。